まあ年明けから皇后杯がありますので、そこで優勝していいスタートを切れるように頑張っていきたいなと思います。個人的にもそうですし、Wリーグ全体のレベルアップを、図れるように、今からやっていきたいなと思います。やっぱオリンピックまであと1年ともなるので、やっぱり東京オリンピックではメダルを取るっていうのをずっとみんな目標に掲げてるんで、それの目標を見失わないでしっかり明確にしてやっていきたいなと思います。世界で2018年の世界選手権ではちょっとこう納得のいかない結果になってしまったんで、世界で勝つためにも自分がしっかりレベルアップして、その吉田さんの代わりをしっかり継いで、さらにはもっとすごい選手になれるように頑張りたいと思います。毎年成長が目標なので、2019年も成長し続けられるように頑張りたいと思います。次アジア選手権なので、もうこの前世界選手権で中国に負けているので、そこは絶対勝ちに行きたいですし、次4連覇ですよね。4連覇できるように頑張ります。シュートだけじゃなくて、これからドライブとかもレベルアップしていかなきゃいけないなと思いますので、そこをこれから頑張ります。怪我なく頑張りたいなって思ってます。2019年も突っ走ってきます、何事にも挑戦して、いきたいなと思います。プレー面でもっと成長したいなと思います。外から安定することだったり、中と外のバランスを自分で瞬時に判断できるっていうのを身につけていきたいと思ってます。世界で通用するためには中だけじゃなく外だけじゃなく、やっぱバランスいい攻撃ディフェンスが大事になってくると思うので、私のレベルアップは日本のレベルアップにもつながるのかなと思うので、頑張りたいと思います。まずはオールジャパンだったりリーグで優勝を目指して頑張りたいなと思ってます。プレーではスリーポイントとかでチーム引っ張って、あとキャプテンとしてみんなを鼓舞していけたらなと思ってます。2020年バスケットがもっと盛り上がるように自分自身も頑張って、バスケット界も、どんどん本当盛り上げていけたらなと思ってます。もっと吠える？はい多分それを三好に拾われるんで、多分またいじられるんで、そういう面白いことできたらいいなと思います。でも日本っていうと長岡さんももういないとダメだっていう感じになってますけれども、代表についてはどう考えてますか？もっと言われるように頑張りたいなと思います。まだ足りないというか、まだもっと言われるように頑張りたいです。いろいろ足りないです。プレーももちろんだし、メンタル的な部分ももちろんですし、いろいろコーチに言われてることはたくさんあるので、それをまた2019年は克服できるように、自分でもさらにレベルアップできるように頑張りたいと思います。やっぱりバスケットがもっと広がってもらえればいいかなと思いますし、自分のチームもやっぱり優勝に向けて一致団結して頑張りたいと思ってます。変化して成長できる年にしたいです。自分はリーグでももう一役飛躍して、もっともっと活躍できるように頑張りたいなというふうに思います。代表としても東京オリンピックが近づく年だと思うので、そこでもしっかりと存在感を出してアピールしたいなというふうに思います。怪我もなくしっかりとリーグやオールジャパンが終われるようにしたいと思います。いろんな新しいことにチャレンジしたい年にしたいです。今までできなかったやっぱドライブとか、今そのちょっと外回りからのプレーとかをもっと挑戦したいです。まだその違うポジションの勉強中なので、そこがもうちょっと活かしてチームに貢献できたらいいなと思います。しっかり最年長なんでチームを引っ張っていけるように頑張りたいと思います。やっぱ楽しむことが一番だと思うので、笑顔あふれる1年になったらいいなと思ってます。2019年は2018年よりもやっぱり一つでも二つでも成長できるような年にしたいなと思います。プレー面では得点のところをもっと積極的にいきたいなと思います。去年の試合はちょっと迷いながらやってる部分があったので、やっぱ自分のしっかりヘッドコーチに求められていることをしっかり理解して迷わずに自分のプレーをやりきれるようにしたいなと思います。やっぱまだ簡単なミスとかも多いんで、もっともっと正確に波のないような選手になっていきたいなって思います。
まあ、姉妹ならではのこのあうんの呼吸じゃないんですけど、そういうのもあると思うんで、そこをもっと磨いていって、姉妹のそのコンビプレーを出していきたいなって思います。やっぱその毎年毎年のリーグの成績によってその代表に選ばれるとかもあると思うんで、まずはそのオリンピックっていうよりもその代表入るためにとリーグをしっかり戦って伝説で結果を残したいなって思います。今年はすごいいい代表にも初選出初めて選ばれていい経験がすごいできた年だったので、来年はその経験をちゃんと生かしてもっと飛躍した年になったらいいなと思います。もっと強くなりたいです。何事にもすみません体も強くなってそういうところを変えていきたいですね。やっぱりチームの目標が日本一っていうのがあるので、それに向かってまず自分のできることを精一杯頑張れたらいいかなと思います。自分はそのプレイングタイムあまりある方じゃないので、まあ、試合に出た時は流れを変えるプレーをすることと、あとはあの試合出てない分あのベンチで思い切り盛り上げたいなっていう、はい、思いがあります、はい。まあ、毎年あの変わらずあの何事もなく怪我がなければそれでいいかなと思ってます。いや本当にあの普段見れないようなあのリーグ戦では見れない選手の顔が見れると思うので、あのそういった場面をたくさんあのみんなの顔を引き出しながらあの自分もいいパフォーマンスしたいなと思います。まあ、新たに目標を立って、挑戦し続けたいなと思っているので、またさらにレベルアップできるような年にしたいなと思っています。健康第一なので怪我せずに全試合あの自分の 120% の力を出せるように全力で頑張っていきたいと思います。まずはチームでどんどん活躍できるような選手になっていきたいなって思っています。チームのみんなに頼りにされるようなプレイヤーになりたいと思っています。2019年ももっと成長できるように頑張っていきたいなと思います。自分のチームは若い子たちが多いので、もうちょっとリーダーシップというかそういうところでもうちょっと成長したいなと思います。そうですね、大きい怪我がなく今年終われたので、まあ、来年も怪我なく少しでもいい成績残せたらいいなと思います。まあ、まだまだこれからも成長していけるようにさらに頑張っていきたいなと思います。まあ、シュート確率もそうですし、ゲームメイク、自分ポイントガードなのでそういったところでもいろいろな選手の参考にしたりしてプレーの幅とかを広げていけたらいいなと思ってます。で、今回は代表に選んでいただいたんですけど、また来年さらに2020年東京オリンピックに出れる保証っていうのは全然どこにもないので、自分のこうできることやるべきことっていうのをしっかり徹底してもっともっと成長してまた一から頑張ってもっともっと成長できればいいなと思います。今チームの中でもう結構頑張って試合に出て点数を取ったりしてるんですけど、今以上にもっと活躍できるようにもっとみんなに知ってもらえるように頑張りたいと思います。そうですね、アジア大会に出場させていただいて、まあ、国内だけでなく国際大会に出場するというのも初めてでいろんないい経験できたので、それを活かせられるように自分でも頑張っていきたいなと思います。さらに高いレベルを目指して、バスケットに励んでいきたいというのと、もっと写真で笑えるようになりたいなというふうに思います。今カメラに向かって練習しましょう。あ、大丈夫です。30歳の年なのでちょっともうちょっと大人になれるように頑張りたいと思ってます。今ちょっと若者と一緒にこうわちゃわちゃ騒ぐ時間があるので、そういう時もちょっと冷静になりたいなとは思ってます。